すぐそこ峠だからそこ行ってから戻る。峠ハンターとしてはもうあそこ見えてるな。天気も今日は本当いいですね。鳥、青森県、あ、ですかね。なんだ、楽。今ここは秋田県に入って、またぐるっと回っていくと青森県に入るんですかね。よっと、明るいうちに怪しいです。そう、展望台とピークはちょっと離れてますね。2、300メートルぐらいかな。八ヶ峠到着。まっすぐ行ったら大館、右行ったら、今のところ GPS 大丈夫っぽいです。朝一遍落ちてたけど、峠の表示はないよ。あった、八ヶ峠第二駐車場の駐車場名としては載ってる。あったあった、青看板の下にも、青看板じゃない、おにぎりの下にも書いてありますね。じゃあウィンドブレーカー来て下るかな。あれはおにぎりじゃありません。え、あれおにぎりですよね。おにぎりなの？正式名称おにぎり、国道の表示。あ、そこにあの単独のやつがあった。峠の火みたいなのはないんですけど、読みは8日で合ってた。下り100キロは軽いですね。嘘です。この荷物で100キロ出したらどう、カーブ曲がれないような、きっと。八ヶパス。嘘です。嘘です。100キロ出せる人は出せますよね。100キロは今来たかな。70は結構危ないな。そこまで出したこと多分ないと思いますけどね。5、60キロは確か出ますね。八ヶ峠着いた。戻る。あれはトイレかな。八ヶ峠地区案内図。地区ってほどなんかあるのかな。76畳、そんなもんですよね。あのハンドルがブレ始めたりすると本当にやばいですよね。スピード上げて。うん、展望、こっちは展望ないですね。なんか第二展望休憩所っていうのが今途中にあったらしい。これの途中にあるのか。まあいいかな。さっきの第一展望所よりは景色いいとは考えにくいので。で、空気か。もう標高640ですからね。指名手はほんのちょっと西の方ですね。1キロぐらい、1キロぐらい南か。これアップダウンどうなってるんだ。登るのかな。登る方向だったらいいかな。うーん、水玉ジャージ着ないの。よっと、あんまり下り始めたら行きたくないな。下って登り返してくるんだったら行きたくないな。1キロぐらいです。西に水玉。ああ、平坦で行けるかな。こんにちは。無添加ケーキ。うわー、危ない危ない危ない。無添加いらっしゃい。ためでなく、切り抜きが多いんじゃないですかね。
また止まりましたか、今ここ早いな。あ、出てます。あんまり上り下りするなよ。スピードメーターつけてないんですよ。消えた。よくわからない。なんで、いや、ノープラン。ノーリスクノープラン。セレステ。ノープラン。そこそこですね。指名手でいいのかな、あれは。紫あかり手。ん？ダジャレ？ノータリン。筋力はこの数日間で。峠、いや、これから下ります。私は横浜に住んでいて、年齢は40代です。あえてぼかす。歩いていくんですね、これ、展望台。デスティネーションは今日は弘前。最終的には謎。いや、今日最終日じゃないです。素敵です。いや、40代いっぱいいると思いますよ。逆に若者の自転車旅ってあまり見ない。ついでに言うと、若者で女性の、若い女性の自転車旅行者なんてほぼ見ないな。9日連続。まあでも緩く。輪行はします、します。よっと、大阪さん。あ、大阪さんは確かに20代ではないけど、女性旅行者ですね。しかも単独、超珍しい。ふう、さっきこれ見えてたとこかな。マウンテンバイクで輪行できます。ロードバイクでも。大阪さんは数年前に鹿児島旅行の時に、宮崎鹿児島旅行の時に会った女性単独自転車旅行者です。大阪から来てました。女かっこ人。やった。私はなんか旅行するために、あの、自転車買ったんじゃなくて、ママチャリ壊れたから安めのアルミのマウンテンバイクを試しに買ってみて、そしたらツーリングがすげえ面白くて。やった。ブン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 ブラウ。あ、やっぱり見えてたとこだ。あそこはさっきの展望所ですね。ここでお昼。あ、確かにいいんだけど、どん兵衛とせんべいとサラダパ、サラスパしかないな。おかず系が何もないですね。あと水がないな。水がないけど、さっきの展望所に戻ったらトイレの水ありますね。で、さっきに比べてやっぱりちょっと手前の木が邪魔になってますね。お、好きな。左の方が見えてるのはさっきと違うな。まずは写真、写真。かじる。ツーリングの小型月刊誌って入祭のことですか？入祭は、一応まだあるんでしたっけ？あげだけ。なんでや、入祭か、入祭のことか。こっちは人来ないですね、確かに。
よう。ニューサイってまだあるんじゃないんでしたっけ？違ったっけ？ありますよね、確か。ああ、アクト取れねえ。カメラをもっと早く動かすってうるさいな、まったく。ファンライドは、とっくです。あ、ファンライド？あ、ファンライドか、ファンライドか。フィールドバイクはちょっと間違えた。ファンライドは私はなんかポパイとかターザンってイメージがあるんですよね。小型っていうのはデジカメですか？そうです。ファンライドはなんかターザン臭がしませんか？ターザン的な感じが。フィットネスとか、効率よくとか、なんかそういう文字列が似合う気がする。で、私はそういうの全然。小型、あ、入札ですか？によって。私はだからファンライドは自転車雑誌の中では今一つ説教ですか？よ、ちょっと後でパノラマでつなぐように別にも撮っとこう。あ、人の声がした。メーマがどんだけ語られてるんだ。ツーリング、そうですね。これが紅葉の時期になったらえらいことですよね。結構針葉樹じゃなくて広葉樹が多いみたいだから。ん？定期購読して、今まで定期購読してたのは、お、小さい蜘蛛の子だ。氷点下。結構スレスレなタイミングできてるな、今回。来月。フィールドバイカーズっていうのが、以前ツーリング雑誌のサイクルフィールドっていうのが昔あって、で、それの後継でフィールドバイカーズっていうのがあって、それがもう10年ぐらい前に亡くなったんでしたっけ？確か5年か10年前のどっかでフィールドバイカーズもなくなって、ツーリング専門誌はなくなっちゃいましたね。入札はツーリングっていうよりどちらかっていうと、ランドナー？なんかランドナーな感じがするんですけど、間違ってますかね？入札って古いパスとかの比率大きくないですかね？そうでもない？よし、じゃあいっか。グルメコーナーか。ツーリング55とか、もう一つなんだっけ、昔からあったやつ。折りたたみありですよ。なんだっけ。バイクもツーリング雑誌も最近なくなってますよね。ツーリング55の前からあるやつはなんだっけな。なんだっけ。一番最後に日展とかいう名前の写真コーナーがあったから、にっていうに。サイスポ、ああ、そうですよね。まあ、そうなんですか。なんだっけ、ツーリング55は割と新しいんですよね。その前からもう一個あったのが、なんだっけな。コータン、そうそう。こんにちは。日本なんたらじゃないよな。0円マップとかももう今出てなくないですか？見覚えがないんですけど、本屋で。だいたい夏休みの1、2ヶ月前ぐらいにはそういうのが店頭に並んでたもんですけどね。わあ、また雲が。そこ行ったら潰れる。よし。で、ウィンドブレーカー切って。アウトライダーってのはなんか大きなやつですよね。ん？資質。珍相談。ああ。珍相系のはまだ少しありますかね。そう、私クモ好きなんで。クモ可愛いと思うんですよね、普通に。普通にって言い方もあれだな。クロスカロードか。0円。あ、本当ですか。今、ここは今出しますね、じゃあ。そこも液晶なのにみんな気持ち悪いと言う。もう可愛いのに。緑色は？なんだろう。で、今ここを。
わあ、もう12時になる。出して、サブへ。あ、この笹の葉ですか。デログモ、コンツアー、コンツアー。さて、じゃあ下ります。これ別のルートで下ったりできませんよね。今ここにいて、食材買える。いや、あんまり。買えないですね。戻るしかないですね。よし、とっとと戻ろう。何ですかね、ゼロイマップは需要ありそうなもんだけどな。やっぱツーリングする人少ないから。昼自炊しとかないと、そろそろ。いや、別に自炊しなくてもいいか。本当は野菜系のものが何かあれば、カップ麺とせんべいと、あと、ガスコンロ持ってます。ナビが。いや、でもゼロイマップの情報っていうのはそういうのとは違いますよね。食堂かな。でもこの先食堂って、さっきの展望所のあのレストラン以外には、あそこのレストランやってんのかな、まだ。あんまりないんですよね。黒石温泉郷で温泉に入りたかったけど、ちょっと時間的に暗くなるかな、弘前行くときに。紙マップ一切何も使ってません。自炊の方が、まあそうなんですけどね。でもそれで1時間弱かかるからな。弘前自身には温泉は1000棟ぐらいあるでしょう、あんだけ大きい町だったら。屋台18番聞いたことないな。今有名なんですかね。あ、ここにも水あるな。マップ、ん？まるちゃん、りんご屋さん、りんご屋さん。ここでカップ麺作って食っとこうかな。弘前は、そうですね。どん兵衛食っとくかな、ここで。ここだったら、そこら辺でコンロ使えそうだし。こんにちは。大鰐は南の方ですよね。今回そっち通るルートも考えたんですけど、黒石のあの、黒石の、紙マップ、そうですね。紙マップは本当に、見やすさ全然違う。この先、カップ麺はあったかい、とりあえず温まりますね。今割と寒いんで。うん、パスタ。まずは朝ごはん予定だったらどん兵衛ここで食おう。そう、全体像ですね。私は iPhone のツーリングマップ、 iPhone にスキャンして取り込んだあの PDF のツーリングマップで頑張ってやったりしてます。オフ。私は今すぐそこの売店でせんべい買ってきたんで、そう、せんべいを入れて炭水化物を補おうかと。気温今ここは20度はないですね。15度ぐらいじゃないですか、やっぱり。風当たると寒いんですよ。充電切れて恐怖？マップですか？ああ。快適に。じゃあちょっと待ってください。サイクルウェア、今来てます。じゃあ今、ちょっとコメントに対応できなくなりますけど、私が準備する様子をご覧ください。はい、どうしたな。よっと。この映像をご覧ください。ワイ・ブクダー、初見、ワープ。かっけー、ヘリがいい感じですね。何インチ自転車これ？比較に樹海ってあるな。そうだ。うほ、リオケツ。ウロスか。ついでに、箱根なのか。ついでに締めときますか。もう
あれ、どこ行った。よいしょ。足の毛剃ってないです。足の毛が特に濃いところは、これ。GoPro 今ちょっと隠れてますね。バッチリ閉まってますね。多分クランク周辺だと思いますね。だが心肺機能は発達していないという。はい、プリケツそそります。象尻のロボさん、ペダルの隙間に何か挟まってない？僕ケツ筋発達してます。坂で喋りながら登れる心肺機能欲しい。ちょっと今いろいろ聞こえてないです。下半身はすごいんだね。イオンがするの？よいしょ。こんなんでいいか。ロボさんよりネルオさんの方がスーパーやばい。あそこもすごいんかな。足腰強いわこれ。イオンなんてレベルじゃねえぞ。ガチホモは NG。 ここ1年で結構足太くなったな。こんなもん。カセットコンロもあるんかい。よいしょ。昼寝好き？遠くないか？全体的に丸くなったね。それがあるんですよ。ちょっとすいません、コメント全然対応できなくて。ちょっと遠いです。さすがに筋肉ついてるな。いらっしゃいませ。水もらってくる。問題ないからゆっくりどうぞ。わら、延長きた。足こんなに太かったっけ。東北楽天優勝おめでとう。八花峠、ここに泊まれよ。うん、いってらっしゃい。リスナーなんてほっといて好き勝手にどうぞ。下から追って撮ってるから足太く見えるのかも。初見峠、キャンプ部重かったな。え、ここで来るのか。公園とかじゃない。しかし出してしまった以上はもうこれを引っ込めるなんてできるか。
すれば大丈夫、白目。沸騰させろ。でも熱消毒するから、震え声。緑茶そば。やめた方がいいでね。くれぐれも。緑茶そば。飲めないとカロボさんを甘く見るな。シャックしても貯蔵タンク次第ではやばい。サルモネラ菌用よ。やめろ。なーに、かえって免疫がつく。シャックしても危ないよ。化学物質は、プチワイルド。胃薬なら準備できてます。払いたくなってから後悔する未来。くれぐれも、が重い。まさに旅行は冒険だな。くれぐれも、日本気を感じるで。ロボさんはお腹が強い子だから大丈夫だね。ミネラルウォーター買ってきたら、雨水ならしっかり沸かせば大丈夫じゃろ。緑茶そば。茶そばか。僕はロボですから。茶そば。入ってるところが違う気がするけど。バッチリ残ってます。なかったら危なかったな。ロボさんを人間と思うな。雨水採取するところで昆虫。どれだけ見せないで。旅のラストに残したらはややせ。くれぐれも絶対にだぞ。くれぐれもだからな。僕でやめるんだ。わら。沸かせばオッケー。くれぐれも。ボウフラはいてるとか。やめなよ。本物のキャンパーはキャンプ場で寝泊まりしないしな。こりゃ本気でやめといた方がいいよ。お腹をやめときました。力が入らんよ。くれぐれもは無駄。ここでまた荷物をしまい込んで、また別のところで開くとかめんどくさいことできません。コメントすいません、放置で。さて、鴨出しがどのくらい台無しになるのか。ちょっとコメントを手元で見ますね。どうにでもなれ。沸かせば、いやー念のために。お茶沸かしてます。あ、映像止まってんのか。ま、
あ、行った行った。行ってる行ってる。これ持って。こうし。どっちかの店帰るような匂いが。どっちかの匂いが。えらい匂いがすんな。緑茶と鴨出汁の戦いになりますね、これは。お茶漬け、お茶漬け、いや、違うだろ。どんどん上、お茶味、くれぐれも、雨水は危ないから、こっちが正解。何億円使わない。よっちゃ、わらわら、それはあかん、わらわら。カモならよっちゃうでしょうね。知らんけど、でも楽しそう、わら。まあ面白いですけどね。あ、写真撮りながらじゃないと元が取れない。牛乳で、あ、牛乳ありだな。何の水なん、ロボさんはいるので楽しいよ。で、粉入れない方がいいんじゃね。お茶、残っててよかったな。せんべい、さっき買ったせんべい。牛乳でシーフードヌードル。あ、お茶捨てて、油麺風にしたらいいかもな。切り上がる。よし、せんべい一緒に煮込みます。沈め沈め。せんべいさんか。せんべい汁用のせんべいだから大丈夫。うん、悪ふざけきた。どんどん上おいしい。いや悪ふざけじゃないですよ、普通にボリューム増すために。よく見せたれ。せんべい後のせサクサク。せんべいが出汁に。いつも楽しませてもらってます。普通に乾いた状態で食うとただのせんべいの硬さしかないんで、これお湯につけることによってどう変わるかですね。あと熱い。ぬれせんべい。ちょっと熱かった。ここ釣り竿を持たせたい。で、ホーロー鍋。3分測ってなかった。あと2分ぐらいですかね。日差しが意外と暑いです。ふらはぎ。今何しようとしたっけ。今から3分行こう。今から3分。麺は固めの方がうまいでしょ、やっぱり。コメント接続ができない。なんで。食べてるうちに3分経ちます。うん、あ、来た。そもそもそば派何分でできるの。そば3分です。どんどん入ってゴブじゃないの。またあれですか。あら、ふくらはぎ強そう。ふくらはぎ運動はあんましてないんですよ。あちあち。あれだな、あれか。飲む用のお茶もあります。昨日あのせあれどこだっけ、コンビニで1リットルの紙パックの緑茶を買ったのをそれぞれ使ってるんですよ。下半身の発達すごいな。サラスパワよ。サラスパ。
暑い。牛肉炒め。牛肉欲しいですね。ありが、ありが。M 字やめてください。M 字。ありが。タイマー5分、これ3分って書いてありますよ。昨日のトラックさんですが、コーヒーぶつかっちゃって本当すいまいかやく、ありがー、かわいい、わら、ありがー、どんべい調理時間5分って書いてあるよ。いやん、むっちり M 字開脚なんかひわい、おねえ、ありも隠し味に柔道、10度か、10度はいけるな。で、寒くないですか？暑いです。日に当たりすぎて暑いです。で、見た目はなんかいけますよ。ほら。これスプドシューズゴミ底ですか？せんべいが化けてる、化けてる、せんべいが違うものになった。いけるかもしれない。イエス、お茶 SPD ですね。せんべい汁っぽくなった。まずいだろ。お茶と、お茶とどん兵衛がどう組み合わさってるかですね。イベント米。カラスも喜ぶ。もうゴールしていいんだぞ。せんべい汁知らない人いるんだな。カラス、遅れ。カラスの襲撃に遭うよ。粉も入れたの？沼の端にある。もはやせんべいではない。もはやせんべいではない。カラスが、アホダブルアホダブル。うん。ここは坂道？はよ、食べ。最後に iPhone で写真撮って、てこっちか。よし、じゃあいただきます。さすがおる、いただきます。うん、召し上がりやがれ。あ、せんべい結構うまい。カラスは食べ物取りに来る、注意だよ。ブオンブオン、おえー、ごくり。せんべいが意外と美味しいものになってる。お茶の味は、うん、合うんだね。お茶か。で、つゆの味が問題ですね。バラバラにならないからな、専用は、うん、味覚崩壊。ばあちゃんとか普通にしなっとさせて食べるからね、うん、さて、問題はそばですよ。この人サバイバル生活してるの？どん兵衛超強い。サバイバルサイクル。これ言われなきゃお茶の味がわからない。あ、でも後味に渋みが出てくる。どん兵衛強い。わらわら、ご飯見せて。え、お、どん兵衛お茶。どん兵衛は強かった。よかったね。どん兵衛めちゃくちゃ勝ってますね。すごいな。よかった、大変なものにならなくて。後味に渋みがあります。ん？やっと。要するにいけます、十分いけます。添加物入ってるでしょうね。
ああ、よかった、大したことにならなくて。いぶし玉買っとけばよかったね。おいしそう。何したの？どんの上最強。鴨だしか。どういうこと？お湯代わりにお茶入れたの？お湯代わりにお茶入れました。だから、どん兵衛食べる、秋かな。それだけ塩分も多いってことだな。そう、塩分も強いですね。どうにかしてイベントにしようとしているな。イベントに別に？まあ面白いけど。なんか普通に美味しくてちょっとびっくりした。どん兵衛のご購入ありがとう。中井、どうにかして食べて生きようとしてるだけです。中井、ご覧の番組はどん兵衛の提供でお送りしています。こけた、わら、あ、わら、風が3、数学、古典、カメラずれたよ。パンチが来たこれ。カメラずれましたね。わらわら、カメラ、股間か、やらしいやん。まあ特に問題ないでしょう。起こして、うん、カメラ小僧のアングル、カメラに石が宿った、アリ目線になった、なんというロアングル、盗撮風映像になってます。問題ない、わら、い、や、ら、し、い。アリが飲み物入手できない環境だったのかな。俺が乙女だったらな。無作為を狙ったアングル運営ですが、これは何ですか。これはいいアングル。お茶は家庭で入れるより薄いからどん兵衛に負けるのず。一人プレミアム一人がコミュニティを登録しました。昔どんの上10個塩分 70g 一気食いしたな。わら、何この全然嬉しくないアングル。お昼ご飯ですね。あとそろそろ起こしてやるか。いいデコボコですね。ナイスデコボコ。よいしょ。アリさん、アリが見える。わら。アリ見えます？ちょっと何か置いてるとすぐアリがたかってる。アリ、何見てんのよ。なんかアリが停止してる。コミュニティを登録しました。うん。アリさんお仕事ご苦労様です。うん。今日の昼食はそれだけ？足りないでしょ？まあ途中で間食とかしていけば十分でしょう。今の映像は GoPro にはないから貴重だぞ。うん？アリ見ながら一人で食事とか悲しすぎるよ。せんべい追加。後でソフトクリーム食べないとね。トンビも来るで。後で甘くて冷たいものを。一人で食事、かっこよすぎる。せんべいおかわり。せんべい追加。見た目悪っ。でも染み込むのにちょっと時間かかりますね。楽しそう。このせんべいって何味？大味言うよ。せんべい塩味です。プレーン。いい。せんべい追加。八戸名物せんべい汁。まだ一人で焼き肉食べに行けないわ。まだ一人で。私は行けるな。せんべいがいい仕事してます。ロケーションが今回はいまいちかな。アリさんに1本だけあげてくれ、うん、ロケーション、トイレ横。カップ麺か、もっといいものを食べて。プレーン、わら。うん。割った方が早く染み込まない？ああ、そうかも。今もパリパリで食っちゃってますけど。せんべいのトッピングがグー？どん兵衛とせんべいをかけてるの？かけてるの。せんべいうまいな。数日前はウニ丼食べてたのにね。ウニ丼そうでしたね。天ぷらは染み込ませて食う派だな。後のせサクサク。道の駅のソフトクリーム美味しいよ。
道の駅は途中どこにありましたっけ？黒石にありましたっけ？確か。アリが。カラスが狙ってるよ。カラス。うん。カラスが怖いな。楽しそう。まあ楽しいですよ。腕の筋肉とふくらはぎの筋肉の差が。ん？うん。ちょっと景色に変化を。ダムのところにあるよ。海底じゃないか。トレイルランニングの選手とかも腕と足の太さが違いすぎてすごい辛く。いい緑だ。俺も収入安定したらロボさんみたいに自転車で旅行するわ。虹の子ってダムのところ。虹の子。ああ、黒石ですよね。緑が綺麗だ、爽やかだ。黒石温泉郷のとこですよね。あ、もっと手前。紅葉の季節には紅葉に見とれてじくる車あるよ。この一つない海星とはこのことだ。ごちそうさま。海星ですね。うん、海星です。昼寝日より。昼寝日より。そうだな。紅葉もいいが緑もよし。感触、空飛ぶ円盤だ。いました。何食べたい？どこ現る？ダム湖の真ん中ぐらいにあるやつか。意外とまともでよかったな。逆に豪沿い虹の湖のとこにありますね。おう。まあ通り道ですよね、確か。黒石では焼きそば食べてね。どんの上なのにおことはこれいかに。30分延長しました。せんべい食べたのかな。せんべい食べた、美味しかった。あの、今回せんべい汁を逃してたのがちょっと気になってたんですけど、気になってたんですよ。なのでせんべい汁イベント入れてみました。ダムカードもあるよ。ダムカード。もう食べ終わったの。食べ終わりました。ロボさんの姿見るの久しぶりだ。そうですか。よく出してますけど。まだ食べていて欲しかった。何が欲しかった。ありがいや。夜の枠では存分にロボさんが見れるよ。うん。アリンコさんか、ありがとう。パチパチパチ。モハメド、アリ。アリ。アリも食ったんですね。どっかで多分食ってると思う。アリを食材に。調味料、ガソリン燃料とガスどっちが便利ですか？さて、さっさと撤収しないと。夜の枠は見れないことが多いので、わら、アリは苦いよ。そのギャグはアリなのか。カセットコンロ。明日の食材確保しました。アリです。
アリは酸っぱいんじゃなかったか。あり得る。わら。アリ。アリよさらば。あと下にしまい込むものはアリ多いね。アリ多いですね。わいなでに。アリスト平日なのに来場者多いですね。平日ありがとうございます。半ズボンで寒くないのですか。今暑いです。さっき寒かったんですけどね。アリレモン矢沢永吉さんがおる。アリの味がわかるなんてそういない。ん？お昼休みにウキウキごっちんですよ。よっしょ。でお昼なのか。ああ、スペアチューブだけで。はい。さて、そろそろバッテリーが切れてる頃だと思う。あれまだ切れてない。おかしいな。大丈夫なんでしょうか。あったけど延長済みなんだよね。大丈夫かな。大丈夫だと思いますか。さて、温まったし。あれ。あ、ついでにトイレ。温泉ないのかな。今ここ。よし。午前中のハイライトはどこでしたか。ん？午前中のハイライト、今展望台見てきたそこです。すぐそこ。お帰りなさい。戻りました。トイレ行ってきました。あれまだバッテリーあるの、おかしいな。バッテリー持ちすぎだろう今日は。やった。そこです、すぐそこ。今ここじゃあ出します。墓峠、墓峠。下りですか。これから下りです。で、で、10キロぐらい行ったらまた登りかな。よいしょ。してない。いやー、どうですかね。エンコードは関係なくしてると思うんですけどね。エンコード負荷かかってると思うんですけど。今ここ出します。これでしばらく寒い下りにも耐えられるな。
でもやっぱり来とっ青森のか。山ここはバス野郎が占拠してる。バス野郎。ロボさんのダンシング見たかったです。ダンシング。カメラじゃわかんないですよ。ヘルメットカメラじゃ。しかもこの動きの荒さじゃ。ちょっと。まだ暑いけど、今のうちウィンドブレーカー着て、で、冷やされながら下る。それしてもどん兵衛が強くて助かった。せやろう A チーム。なんかバス会社が普通に今ここ使ってるらしいんですけど、どん兵衛が勝った。本当にどん兵衛すごいな。あとせんべいがちゃんと煮ると美味しいですね。周りがふやふやでワンタン的な食感になってて、今昼食べました。うん、今ここ、スイミングスクール、ヤクルト循環バス、何の話。あ、今ここ出してるのが うん、本日祭ですね。今ここに登ってきたのよりももうちょっと登るぐらいの登りがあります。うん、まあ、どん兵衛食ってる。遅いな、更新が。まあ、ここで、ああ、なるほど。サボらないでしょ、バスは。バス時刻通り来なかったら通報されるでしょ。ふぅ。で、せんべいが、周りがふやふやで柔らかくて、簡単に切れるんですけど、真ん中が、なんだろう、あの食感は難しいな。それなりに弾力がある、美味しい感じに。高度今650ですね。で、その最後越える滝の沢峠だっけ？通報ないですかね？あ、送迎か。10分。うん、お客さんが乗らなかったらどんどん早くなってしまうから、先に遅らせといて終点あたりで時刻を合わせるっていう感じじゃないですか、あれ。どうしたらっけ。でもちょっと見てみたいですね。さて、じゃあ下りますよ。西の湖まで。湖ってあれ、ダムのとこですよね。36キロもあるのか。ん？何のやつ？よっとっと。お、なんか湖の色が少し変わってる。変わって見える。雲が出てきたからか。雲の反射で少し白くなってますね。あ、そうだ。何色に。一部ちょっと白っぽく見えるところがあるのは、あれは雲が反射してるんですね。県内。路面。画像、ダメか。いらっしゃいませ。じゃあポトパイサーキットか。画面止まってる。あとオートフォーカスも。確かにオートフォーカスオンにしたような。手動にも自動にも設定が入ってない。なんで？どうなってんだこれ。なんか変だ。
あ、しまった、本してなかった。まだか。あいつに配信するが勘ぐってる。ダメだ、殺そう。よし。あ、これはこっちの方だ。あ、ロジクールから認識できてない。あ、切れてる。あ、今ロジクールのビデオウェブカメラの延長ケーブルが外れてました。これ抜けてた、抜けてた。これで出るか。あ、まだ出ない。ちょっとツール再起動してきます。再接続します。ちょっと待ちよ。しまったな。はよ。あれ？ロジクール出ない。なんで？認識はちゃんとされてるのに。ん？半顔で止まったな。ツール
さあ、行き、どうしてきます。早く。いやー、でも再接続でフラッシュ画面リロードされるわけだからおかしいな。あ、やっときた。で、今度はコメントが、あ、来た来た来た。お？135,188,70,80,6,13、上がらない。速度出ませんね。速度出ませんね。たります。ります。開始ボタン押してるよな。あ、押せてない。歌ってください。また開始ボタン押してない状態だった。これでいったかな。急降下爆撃隊。ゴー。モエタ来ましたかね。また開始ボタン押してなかった今。まあ、あとだいぶ時間経ったな。60キロ。まあもう一個の峠越えてしまえばあとは下りだけなんで、夕方6時前には着くでしょう。今日の後半は下るだけだから。さて、泊まりどうしようかな。ノイズ？野宿してもいいんですけど、他の人に迷惑にならないところを探すのが田んぼ。そうなんですよね。マイクは何で？今からフーフーって言いますから、それがちゃんと鳴ってればマイクは間違って、あ、風か。今のがボッボッって聞こえたら、あの、私が意図したマイクになってます。寒い。寒い。ん？あ、バタバタバタっていう感じか。それはそうですね、ウィンドブレーカーがはためいてる音だと思います。まあ今こぎえたか。もうとりあえず下るまでは。よっと、画像ダメか。また速度落ちたかな。日陰寒っ。いて、なんか虫が当たった。バタつき音。寒い寒い。日が出てるからいいんですけどね、日向に出れば暖かいから。これが曇りであってご覧なさい。すげえ寒いですよ。さすが標高600にもなると寒いか。あと今下の方も寒いんでしたっけ。よっと、片側通行ゴー。あとさすが東北。うわ、城の中は多分ほぼ怒られて放り出されると思うんで、
どうするかな、止まるかな、ユースあるんだよな、ユース。あとでかいとこだからスーパーホテル系のもあると思うんですよ。寒い。トンネル似てる。あきこさん、誰だろう。3045円、素泊まりですね。ご覧なさいコミュ、ご覧なさいコミュ。ユースかな、ユースかな。まあ泊まるとしたらユース以外考えられんな。ライダーハウスは多分ないと思う。ああでも確認しよう。でここの景色もちょっと一応押さえておきたいな。630円、まあ全部足して5000円弱、あ5000円強かな今はだと思います。そうそう、ユースホステルの値段は会員が昔は確か5000円弱っていう基準だったんですけど、今はちょっと値上げして5000円強ですね。5100円5200円まで電波。音もいかなくなったか。寒い。会員価格ですね。非会員だとプラス600円かプラス1000円ぐらい確か。あんまりお得ってほどでもないかな。でもちゃんとした食事がついていること考えればやっぱ安いか。できた。あー寒かった。音声あー、はあ、あーじっとして日に当たると暖かい。アイビアでというか、まあ、元々そういうまあポリシーというか共同生活みたいな意図もあるんですよね。あれ青少年育成の共同生活的な。じゃあ今ここ出すか。まずは今は金額的なお得感は少ない。金額ですね。昔はむちゃくちゃ安かったみたいですけどね。弘前城か。うん、やっぱ場所的にもいいな。今出しました。そんで、あとは再起動しとくか。制覇あんまりないですね。制覇欲は。
これで切って、よし、いいかな。ログアウトしました。再接続を開始します。やっぱ寒いな。フリース着るか。フリース、お、いったいった。よし。マットファイコア、再起動しながら行きましょうかね。ちょっとまた、湖畔沿いなんですけど、登ってます。戻りました。行きます、行きます。あ、延長は、そうか、ツール再起動したから。ナイス指摘、ありがとうございます。ツール再起動さっきしたから、延長はまたオフになってますね。どうだ。起きた。ちょっと、まあいいか。よし。堪能はかなりしてますね。今回いろいろイベントあって面白い。これか、あの湖畔沿いなんですよ、十和田湖の。今右手の下の方に十和田湖の湖面があります。まあ楽しんでおります。今日ユース泊まるか野宿場所を探すか迷ってます。これ、このアップダウンは3、40メートルぐらいの小さいアップダウンですよね。弘前寒いですかね。やっぱユースかな。なんか測量やってました。測量で今の登りでちょっと温まった。
10度、10度はなんとかかな、いけるかな、僕はまあそうでしょうか。まあユーストもまた方が面白いしな、そうするか。8度、10度割ってさらに下がっていくとちょっと9月ですね。本来そうらしいですよ。夕方6時にはつけないかな。今1時ですよね。あと5時間。5時間で残り50キロはあったっけ？まだ残り50キロあるか。でも次の峠登り切ってしまえばあと下りだけ。台風が。まあ、おとといとかまでが特別暖かかっただけだろうな。でも北海道では寒い思いできなくてよかった。下り。十和田湖、ずっと登ってきたとこですよね、こっちは。こっから弘前まで50キロくらいあると思います。暑いの寒いの、まだ暑い方がいいな。寒いの苦手です。青森って広いもんな。青森ちょっと遊びすぎましたね。ちょっと、そうかも。涼しいのはいいですけどね。暑いか寒いかどっちかしか選べなかったら私は暑い方かな。多分寝る環境としては寒い方がマシなんですよね。とにかく着込めば寒いのは耐えられるけど、たくさん寝袋なり布団なりがあれば、暑い方どうしようもないですからね、寝るとき。60キロか。いや、いけると思います。峠さえ登りきってしまえば。暑い。えらい暑い時期ありましたね。ニュースにしようかなと今心が傾いてます。夏冬なら夏ですね。今少し登りました。またこれですぐ下りかな。なんとか奥多摩湖畔みたい、アップダウンの感じが。1時間半。旅行は日曜までです。弘前城は多分明日の朝午前中にあるかな。昨日かな。奥多摩。この辺りの木がブナなんでしたっけ。電波、あ、まだ映像来てるんですかね。また規制されたかと思ったけど。ユースホステル。ホテルじゃなくてホステルっていうのは、ドイツ語だとホテルのことがホステルだったりするのかな。違うかな。細かいアップダウンあるな。で、今日最後のこの先の峠越えて、あとは下りだけなんですけど、
青森かなり制覇してませんか、これで。八甲田山とかは行かなかったけど、もう十分青森走ったことあると言っていいレベルだと思いますよ。地図上で線引いてみれば、あとはなんか夢のところあるんですかね。八甲田山と八幡平っていうのは青森県ですかね。おーっと、危ない危ない。ほら、朝さん、おお。じゃあどっかで弘前ユースに電話しようかな。階段国道、青森県の竜崎のですか。あそこで地獄を見ました。あれはか、荷物満載の自転車で行くとこじゃないです。いや、青森2回目ですよ。まだ長野は確かに合うかな。ホステル英語なんですか。ホステリング、あそこ自転車風で死ぬかと思いました。今と同じようなキャンプ装備の荷物で、私かえ、あの、神奈川に帰るのは明後日です。本年度のランチ日帰り入浴の営業はしておりません。営業してるんですね、これ。十和田ホテル、この辺りも厳しそうだ。弘前ユースですか。どうだろう、でも今日金曜だから、金曜である程度大きな都市だから、さすがに誰か泊まってるでしょうね。しかも市街地の交通の便のいいとこだし。ホスタル、あ、同じ語源なんですね。ホステル、ホスタル、選手の名前でもオチキスっていうのがあって、ホチキスって書いてあるんですよね。月曜からお仕事です。日曜は少し余裕持って帰った方がいいかな。またちょっと登ってる。一応に小さいな。はい。あ、電波ダメですか今。電波か規制か。ですかね。今回も明後日あたりは十分青森近いと思うんで、明日五所川原だけ行ったって大した距離じゃないだろうから。ここが寒いですか。福岡県の古賀市のことかな。飛行機もありかなと思い始めました。景色、そうですね。うわ、ここもなかなかですよ。今小さな切り通しみたいなとこで、両脇の斜面が落ち葉で綺麗ですね。ふう、
さざ波山荘。田舎の満喫は設備すごくて大満足だよ。満喫ですか。お風呂に、うん。ユーゲント、ああユーゲントって、なるほど。ユースのことなんかユーゲントって。勉強になります。でもホステルの方の読みがちょっと今聞き取れなかった。峠登り口はまだか。まだ結構あるな。ナチス。ナチス時代じゃないんでしたっけ、ユースホステルの発祥は。ナチスの政策って別になんか悪いことじゃなくて立派なこともいっぱいやってるんでしたよね。そんな先を読んだスマートな行動はロボさんには無理かと思われない。先、何何何、また片側通行だ。23、22、ん？あれ？ 19、18。ハーゲアベ、ハーゲアベ？ハーゲアベ。7、6、5、4、3、2、1。ソフト食べ放題は結構見ますよ。お仕置きじゃないかと思うんですよね。最初会長ですぐに落とされるんで。ソフトクリーム食べ放題なんかは、私が住んでる中山っていう神奈川県の中山、神奈川県横浜市の中山の満喫にもありますよ。おう。よっと。赤じゃないか。おかしいだろ今の。結構ああいうのって先に見て行ってしまうもんなのかな。よっと。田舎か。西川口のところはどうだったっけ。でも一区画の広さ変わらないですよね。始末、そう、うん、それが一番目立ってますけどね。でもただ悪さしてただけじゃないですよね、理想自体は。別にそれで許されるというわけではなくて。プリンスホテル、昨日名前聞いたな。あ、こっちは結構廃屋っぽいのがあまりないような。そうでもないか。お、駐在所。まだしばらく、うん、今朝は冷えたかな。こっちは結構冷えてました。今は日陰は寒いです。え、三条？ミカフェで三条は聞いたことないな、見たことないな。なるほど。
今十和田湖の、宿泊場所がホテルとかあるエリアのもう一個のところ、もう一個っていうのかな、の塊の中を抜けてきました。またしばらく何もないかな。北風、今は北風あんま感じてないです。ガリンザの中にいるからかな。なんとも向かい風はほとんど感じないですね。じゃあ登り口のあたりになったらまた琴葉再起動して映像見てますか。あとは今ここまた見えなくなったら教えてください。なんとかします。おお、ノーシェッドの補修。だけでしょうね。もうしばらくして登り口に、あの峠に登り始めるあたりでまた片橋再起動して流します。映像必要ありません。まあそれは全然問題ないです。市街地だからフォーム入るだろうし十分。そう、登り口のことでついでにユースに電話するか。パナソニック、あれほどひどくないと思います。これはあの時はギチギチってなんかやばい音がしてたんで、ドイツ文化かな。そんなひどいかな。まあひどいかも。今これフレームねじらずに音が鳴ってるから、あのクランク周りの可能性が高そうですね。こんにちは、初見さんいらっしゃいませ。今映像行ってないのは連日の配信でフォーマの回線に規制かけられたせいじゃないかと疑ってます。確証はないですけど。でモバイルルーターを再起動させるとしばらく転送速度が稼げて、でまたすぐ落ちる。前秋田のツーリングの時も同じような現象起きてますね。いや、厳しいアイス。ビビ、いや雨だからそんな強くなかったんですよ。ベアリング大丈夫かどうか開けてみないと分かんないですね。静止画に電波規制だと思うんですよ。今民宿小尖閣っていうところの前通ってます。変わった。たまに来るのもよくわからないですね。でも動くわけではないんですよね。
漕いでると寒さが寒くなくなってきてちょうどいいや。お、あ、これ湖に流れ込む川だ。外から入ってくるんですね、ここって。外輪山から入ってきてるだけかな。何がない。そして水の色がなんかちょっと、なんだろう。下は砂地だからか。ゲームセンタークックス？ああ、電波はもうすぐ上り口に着くんで、そこでポタファー再起動します。あとユースに電話しよう。ここからが本日の勝負で、もしかしたら一番辛いのは下る時かもしれない。漕がずに下っていくと本当に冷えるんで、あ、なんか店がある。ツイキャス、いや、転送速度の話はニコ生だろうと変わらない、あのツイキャスだろうと変わらないだろうと思います。それからツイキャス、よっぽどあの必要な待機幅が狭いんですかね。狭いというか遅い転送速度でいけるんですかね。映像ものすごく荒くなって、山の家か、山なんとか、あった、頑張らないです。峠は無理しないです。あ、山の家で会ってたか。おー、レイクサイド山の家。あー、でも営業はやってないっぽいな。人はいるんだけど今日やってないっぽい。うわー、命令しやがったな。あ、じゃあここで、ふう、あ、どうしたったらそこのベンチまで行くか。なんだろうこれ、ラフレシアに見える。狭いのか。じゃあ映像には、映像の綺麗さにはこだわらずに、その電波が薄いところでもなんとかやるために使われてるんですかね。だったら考えようかな。おっと。おー、あ、あそこ行けるか。これ、戻ってくるのめんどくさいな。押して戻ってくるのが、やった。さて、じゃあ、
こっちのバッテリーはどうかな。おおおお。これはトツノミかな。トツノミの殻。ついでに甘いもの。甘いものどこ行った？あった。栗入ってる。うん。やっぱり外部あって生きてた。あ、しまった。またオーニングするの忘れた。なんで切っただけで忘れてしまうんだろの相手にはつなぎに行かないな。あ、延長やばい。49キロ。あれ、来ない。
繋がらない。やばい、枠が取れたよ。残り3分くらいで。あ、やっときた。うん、うん、お、あ、いたいた。お待たせしました。配信ツールもなんか調子悪いです。で、私はユースに予約の電話しようと思いますけど、夕食時にはつかないな、こりゃ。ギリギリゲー。あ、本当だ、ギリギリだった。危ねえ。今こういうところです。もうちょい綺麗でもいいかな。あ、夕食なし。ああ、夕食なしだったらじゃあ気楽かな。ああ、アウチ。終了してないよ。してないよ。配信終了してないよ。上り速度146。上がった上がった。そうか、ツール起動してから1回目ですね。あの最新作業、配信終了作業起きるのは配信ツール再起動したからだと思います。ああ、なんか虫が。じゃあちょっとユースに電話するのでちょっと待っててくださいね。よいしょ。夕食提供なしだったら気楽でいいですね。夜8時ぐらいに着いても多分大丈夫じゃないかな。スカーです。よいしょ。再起動したからか配信する。すげえ景色やな。あの、いっぱいなのか営業今日やってるのかわかんないんですけど、明日は大丈夫だけど今日はダメなんだそうです。野宿フラグかな。それかスーパーホテル系の探しますか。弘前駅の近くなんかありますよね。ダメだったら野宿。野宿。ふう、なんかお母さんが出てきて申し訳ないんですけどもっていう。ん、カメラ。東急院、温泉宿か。温泉宿はどうだろう。ホテル、うん、あのホテル券泊まるとしたらビジホーに。いや、あの結構なんか都合でやってないっていうの結構ユースあるんですよ。法事とか。チャランでビジネスホテルで OK。 チャランでビジネスですね。どこかのホテルに泊まれるよ。
まあ、とりあえず峠越えようかな。まずは。ユースはダメでしたね。残念。明日はやってるらしいんですけどね。明日は泊まれるらしいんですけど。遅くそうですね。あ、そうだ。あとライダーハウスも一応見てみよう。甘いものを食べながら。今日、観光地、弘前、赤羊牛。ちょっと私がキョロキョロしてるから、あんまりちゃんと見えないと思いますけど。こんなもん。ここでキャンプは寒い。弘前城、あ、結構な観光地なんですね。ライダーハウスで検索すると必ず蜂の巣がトップいくつか出てくる。うん、海藻ですか。あ、スーパーホテルありますよね。まさかどれもいっぱいなんてことないだろうな。あ、でもわからんな。でもシーズンじゃない島は多分。青森県が4県。ああ、やっぱ安いですね、スーパーホテル。スーパーホテルでも安いな。津軽市、近くには、さっき向こうの店とか、あの建物からおばちゃんが一人出てきてましたけど、あそこの店今日やってないですね。八戸市、ビッグフットが八戸市で、あ、青函荘網元は去年行ったとこだよ。去年じゃない、あ、去年か。ライドハウスもないですね。じゃあ、まあ、スーパーホテルとかかな。あ、そうだね。念のために、スーパーホテルに空きがあるかどうかだけ見とこう。怖いから。スーパーホテル、あとスーパーホテルと、弘前か。弘前で検索して、公式。オンネ島かな。北海道の阿寒湖の近くのチェーン店ですね。1名様、シングルルーム4キュッパですね。仕事は月曜からです。今の3000いくらっていうのはどこのプランだろう。予約ってどっかからできるのかな。iPhone で見るとちゃんと見えないですね、これ。さっき確か JALA のページがあったな。重い。ネットワーク遅くなった。これは配信の方も行ってないかな。再起動。なんかまた配信開始ボタンを押す状態になってましたね。平日前、あ、平日前か。今日は休日前ですね。まあ、別にユーキーパーでも何でも。スーパーホテル弘前のジャランの。スーパーコンパニオンみたいなものです。超スーパーですよ。ちなみに超とスーパーおなじみですけどね。尾根と遠目で近くで綺麗でしたよ。ただあそこもなんか
生き物がろくに住めない環境なんじゃなかったかな、酸性だかなんだかで。酸性だかで、なんだっけ、満杯じゃなく、ああ、満杯だったのかもしれない。ちょっと今日が泊まれない理由は分からなかったんですけどね。条件を変更して再検索。昨日の、そうですね、昨日、寝の口って入ってきたあの辺りから見て反対側ですかね。ホテル大丈夫ですかね。さすがネットワーク早い方が有利だな。悔しい。設定する。ちょっと私の方でも一応見てから行きます。60歳以上限定だと3、4パーチがあるけども、スタンダードプランだと5000円ですね。海、ここは十和田湖。空きがあるかどうかってこれ分かんないな。予約へ進む？カニを生け捕りにしてないです。カニ？あれ？空きがあるかどうか分かんない、これ。エキノコックスですね。明日満室。明日満室なんですか？なんで？旅行に来て明日泊まるってことか。テレビ開いてますか？そう、湖でネットサーフィン。まあ、大丈夫かな。あと、ある程度大きな都市だったらいくつかダメでもどっか泊まれるでしょう。あと、野宿の装備もあるし。まだ予約しない。原宿。古いビジネスホテルとかいいんですよね。共同浴場があったりするから。まあ、明日土曜ですからね。11時か。なかなか具体的に出してきますね。さて、じゃあ、登るか。いいですよね。多少部屋がタバコ臭いのが残ってたとしても、大浴場のメリットの方が大きいな。あ、スポーツあるんですか。そりゃ最強だな。地元の古いホテルさんには悪いけど、やっぱそっちかな。じゃあ、十和田湖から、これからもう少し先から登りですね。スパホテルですか。あ、スーパーホテルのことか。スーパーホテルは結構何度も泊まってます。やっぱり安いから泊まってしまうな。本当はなんか地元のおじいちゃんおばあちゃんがやってるような民宿とか古い旅館とか泊まりたいんですけどね。私独身どう見えますか、これまでの言動から。ん？どれ？やった。気まぐれ。いや、明日は泊まれるっていう話だったから、別に今日サボってるって意味じゃないと思いますよ。サラリーマンか。いいとこついてますね。金のトンネルいいですよ。ずっとこんな道です。温泉宿。いや、温泉宿で安いところがあるんですかね。サラリーマンは、サラリーマンだけど社長じゃないです。夜は
ただこれ木のトンネルはいいんですけど、日陰寒いんですよ。半袖ジャージに上にウィンドブレーカー羽織ってるんですけど、ジョージイオン、これは切る、会長、あ、社長じゃなくて会長ってことか。あ、イオンしてますね。なってる。帰ったらまあ店に見てもらいに行きます。お、タンデム、二人乗りだ。しかも今後ろの女性じゃなかったか。ちくしょう。で、やっぱこういう演技はしとかなきゃダメですよね。そういう演技は必要ですよね。そう、リア充に対して敵をむき出すパフォーマンスはしなきゃいけない。ズラシオ、ズラシアでですか。タンデム、いや別に許されぬとかいうのをやるのはなんかニコ生的お約束ですよね。仮にこっそり彼女がいたとしても、タンデム、うん、そうですね。あの、バイクのタンデムだと後ろの人は寝ちゃうそうです。眠気我慢するの大変だそうです。まあそうだろうなって思います。格安旅館、お、長野はタンデムで OK ですからね。長野とあとどこは、あの、昔からあのタンデム自転車 OK で知られてるとこでしたっけ。シラルトロ、後ろに、やっぱすげえな、チェーン店すげえ。何が通すの、奥さんですね。出会いかの作業、う、貸し自転車、北海道は OK なんでしたっけ。長野と北海道だっけ。なぜか長野しか覚えてない。確かに2つに都道府県あったはずなんですよ。ハルトさん持ってますね。この間チグさんとあの2人乗りしてた。あれどこなんだろうか、どうだろうか。条例というか、あの、交通、なんて言うんでしたっけ、あの、地元ごとにルールが違う、あれのこと。なんか条例的なものが違うだけなんじゃないですかね。条例でいいんですかね。条例か。うん。あ、こっからか、上り。こっからだ。そうそう、じゃあ、レイ、表、じゃあ、ここからさっきの展望台に登るよりも長い距離と長い標高差、登ります。あ、3000円台、すごいな。うん、そうですね、あとスーパーホテル、確か朝はバイキングだったんで。いくらでも食べられるはずです。スーパーホテルかな、地元ホテルもいいんだよな。あと野宿の可能性も残ってる。15,000円、限定、まあ私有地とか何でも OK ですよね。セグウェイとかでも、
ギア落としていこう。うん。国。弘前ビジオッケーですよね。なら日曜までよーし。結局今回はパラパラ降られてわーとか言ったことしかなかったですね。兵庫あれ結構あるな。北海道入ってないん。今何走ってる、難所かな。ここは今日の一番の難所ですね。エアタンデム、飛び込みじゃないですかね。どうだろう、空気読め。おお、滝があります。滝が今映像止まってるんでしたっけ。だいぶ深くえぐれてるな。何でも一人でなんか募集中とか書いて載ってりゃいいんじゃないかな。うん、あれこうだよっ。あ、今見えてるんですかね。イベントありがとうございます。イベント米滝の沢でしたっけ。滝の沢峠っていうのを越えて、あの黒石温泉郷を抜けて弘前に向かいます。本当は黒石じゃなくてすぐ西の方に向かった方が近そうなんですけどね。せっかくだから、あ、来てますか。おお、この木かっこいい。岩になんかしがみついてますね、この木。温泉レポート。スーパーホテルかな。待って。いいんだろうか。まさに出会い系。一桁ですかね。結構いけるとは思うんですけど。うん。お金払って女性と乗りたい。市内の満喫策。黒石の温泉にまず入るってことですかね。黒石温泉郷女性と、さっきの展望台より今のところ勾配緩いですね。百円温泉って体を入れられる温泉なんですかね。足湯とかじゃなくて。ハイパーホテルあったっけ。そうなの。全身疲れて100円すごいな。お、飛び込みたいな。何の音かしら。いや、ダンシングせずにこの音が鳴ってます。じゃあなんで。土建屋勾配そんなにまだきつくないです。さっきの方がきつかった。グリス切れた音とは違うと思うんですけどね。確かそれが似てると思うんですけど、あんなにものすごい音じゃん。確か似てるよな。きつくなってきた。確か似てはいますね。
でもパッと見ひびは、パッと見ひびは入ってないんで、何温泉、まあでも池谷真っ二つってことはないと思うんですけどね、ひび入ってたとしても。そろそろこれブナなんですかね。ブナ原生量結構それなり貴重なんじゃなかったっけ。買って1年半、今回あった雨、雨ってほどじゃないです。温泉旅館、温泉旅館はですね、1万円クラスのところはちょっとまだ値段的にも接客の丁寧すぎさ、滝的にもあんまり狙ってないんですよ。でちょっと今暑くなってきたんで、ウィンドブレーカーを後ろのすぐ取り出せる袋の中にしまい込んで行くか。毎日の写真、あ、延長自動です。まだ来てませんかね。延長はそこの角まで行ったらチェックする。4キュッパースーパーですよ。寝た、おお、危ない危ない危ない、よいしょ。うん、気を使わず、あのスーパーホテル系がってことですかね。ちなみにああいうところはコストは、まあコストは極力カットしてあるけど、接客はさすがですよね、チェーン店。手前か、それでもいいな。民宿風で朝食すれば4キュッパいいな。青函湯温泉旅館、ちょっと検索しときます。あ、でもそれだいぶ南の方じゃないかな。名前だけこっちで検索で、正しい見る湯、温泉境石、あれ、どこ行った、ちょっと待って、まず温泉旅館、場所は、あ、やっぱ自動延長聞いてないか、ツール再起動した時に働かなくなってますね。じゃあ手動延長やらざるを得ない。今走った、今は確か手動でやったんですけど、やった。あ、ちょっと待って、どうなってるこれ。うん、延長つ、延長をつでござる、延長つ手動か、なんでこれは、あ、来た来た、今日通るルートから、地獄谷温泉っていうところは知らないです。あ、やっぱ南の方だ、それ、あの黒石温泉郷の反対側になりますね。すいません、ちょっとこっち側には今日の予定ルートじゃ行かないので、ちょっとじゃあもう一個のところ、熊出るかも、大和にちょっと南の方ですね、境石温泉、境石温泉、
境関なんですね。グループで開く。かけ流しで素泊まり4200円から、素泊まり宿の主4200人か。は今のうちにプアするんだ。プア。ああ、境関の方、割と予定ルート上に近いですね。じゃあ、ここも候補かな。で、値段が4200円なんですよね。多分取りましたね。日帰り宿泊施設、これか。素泊まり4200円って書いてありますね。一泊朝食付きはプラス500円税込み。あ、税別。チェックインは夜9時半まで。なるほど。朝食付きだとこっちの方が安いですね。なるほど。なるほど。あとは予定ルートがどのぐらい。なるやほってることはど。すごくワイルドなのに、それを感じさせない良い放送意からあ、ず。放送。電話してみるかな。保留ですね。保留。いや、なんかかなり良さげなんで。どうしようかな。電話番号どこ？電話番号。電話番号。あれ？電話番号どこだ？こっからか。じゃなごけ予れ約ば番号あった。宝温泉黒石。宝温泉。あ、もう電話してしまいます。境関に。ちょっとじゃあ一旦、マイク切りますね。
あ、お待たせしました。大丈夫でした。なんかお風呂が、そう、宿泊とかお風呂と宿泊との間が2、3分ぐらい離れてるのでって言われて、あと、お部屋にいろいろついてないですって言われたんですけど、そんぐらい大丈夫ですよ。野宿してる人間ですよ、私は。野宿ってことやってないけど。というわけで、弘前の今日は市街地までは行かないですね。明日の朝、弘前城ですね。というわけで、途中で黒石温泉に入っていく時間あるかな？いや、食事は朝食だけです。だから夕食どっかで探して食っていかないといけない。でもいい。でも人によっちゃそのあたり気になりますよね。部屋にトイレと風呂がないっていうのが当たり前だという考え方の人もいるでしょうからね。 いろいろついてない屋根とか。屋根なくたってテント持ってるよ。安心しますね。しかも時間は夕食の時間とか決まってるわけじゃないから、まあ、6時7時ぐらいに着くと思いますって言って、あとは途中に夕食食べられるところが あるかないかは若干気になる。周り何もないってことはないかな。トイレない。トイレは普通。 部屋にトイレあるって、私はなんか全然いらないと思うんですよね。あったら確かに便利だけど。弘前、いや、弘前のちょっと手前です。猿ですか？あ、値段一緒でした。ハイパー。というわけで、またコメントに。50メートル。またなんかコメントに頼ってしまったな。ありがとうございます。ありがとうございました。けど、本当は、一人で検索して、見事に宿を確保する様子を見せるべきなんですけどね。私はユニットバスはいらないですね。あれ苦手なんですよ。私、今ぐらいの気温の時にシャワーで済ませることができなくて。ニコちゃん、ありがとうございます。それで結局スーパーホテルより、何持ってれば、本当ありがとうございます。スーパーホテルよりトータル少し安く済んで、部屋も多分スーパーホテルより狭いってことありえないから、布団で寝られて、ヘルパー、湯に入りたいんですよね。そうしなくてはならない。じゃあ、検索ですね。全くです。GPS。まあ、道が分かってれば、足向けて、どっち向けて寝るんだろうな、今日は。そういや、宿って北枕とかって、気にしたレイアウトになってるんですかね。どうでもいいか。ああ、助かりました。というわけで、ますますテントの、そう、事実的にそうなんですよね。すごい人いますよ。あ、見せないっすか。夕食どうするかな。でもこれ、私は確かに、ユースホステルが惜しかったな。でも、あそこユースホステル、あ、食堂ですか。じゃあ、そこが空いてる時間内に行ければいいかな。お散歩一品やろうとしたんですけどね。いや、食堂あるんだったらそこでいいかな。そうですね、部屋に。そこで、弘前は他の町の人とかに比べると、ホテル代は少し高めになるかな。十和田市街のあたりとかホテルえらい安かったんで。清崎、そういうこと、そういうとこなんですかね。うちの近く。あ、今教えてくれた人ですか、もしかして。ありがとうございます。
ということは、その中の食堂で食うか、夕食付きにできたんですかね。最高、20万ぐらい？全然。箱根湯本にこんなあったっけ？フラグ。夕食付きあったのか、ちょっと見てみようかな。5985。まあでも食堂あるんだったらそこで選べた方がいいかな。今これで半分ぐらい登ってきたか。食事は、ああそうですね、いやでも自炊台所を使えるっていうのはないと思うんで、自炊宿じゃないから。本当はあのバラ焼きのタレ使いたいですけどね。美容付き、どれどれ、さっきのページの一泊、本当は2食付きある。5985、1200円ですね、差額が。1260円。まあ食堂でいいかな。いらっしゃいませ。まだ後ろにあります、ルノカノ、まだあります。GoPro はそろそろあと1時間ぐらいかな。食堂は定食1200円、そば、ああ、割と町食堂的な感じかな。早き温泉宿としては安いですね。